健康になりたいなら正しい水分の取り方をやっていきましょう。どうも BNM 体アカデミーの山出です。今日はですね、水分の取り方というところをねお話ししたいと思いますけども、もともとトレーナーとしてね活動している中で、その正しい取り方っていうのは今ちょっと出てるものはちょっと足りないんですよね。もともと僕自身も医療という現場にもいましたし、トレーナーという立場もやってました。それだけだとちょっと足りないよっていうのが今回の動画でお伝えすることです。なんかちょっと体の調子が悪いなっていうアスリートの人だとか、健康になりたいっていう方は必ず最後まで見てください。これ普通にちゃんと水分取り方できるだけで腰痛とか肩こり治ったりする方もざらにいます。なのでこういうところで健康を守っていくってことをご自身でもしてもらいたいと思うので、細かいところまでご紹介していきたいと思います。しっかり水分取ること大事なんですけど、量取ってもダメなんですよ。量取るだけでは絶対足らないので、この後本編で全部話していきます。では早速どうぞ。はい、ではですね、正しい水分の取り方ということで文字にしてお伝えしていきますけども、まずですね、つい最近ある研究でですね、人間の体からどれぐらい水分が出るのかっていうね計算式っていうのがね出されてました。それがね今ちょっとこちらに出ますけども、これね見たとしても正直わからないじゃないですか。だからまあこういう要素があるよっていうことは、まあちょっと簡単にねお伝えできればと思います。で、あとはどれぐらい取ったらいいか、そういうところからも、お話ししていきたいと思います。で、まず一番上のところです。水分の正しい摂取の考え方、まずそもそもなんでちゃんと水分取るかっていうことをね、皆さん考えてほしいんですけども、老廃物を出すことっていうことなんですね。もちろん枯渇してるからこれも大事なんですけども、それ以上に枯渇したらどうなるかっていうこと、これが老廃物が出せなくなるっていうことなんです。そうするともちろん病気にもなりますし、パフォーマンスも低下するし、いろんなことが考えられるわけですよ。だからこの老廃物を出すことというところをまず念頭に置いていただきながら話し進めていきたいと思います。成人は体重の約 60%、 これが体の水分量なんですね。これ細かい話ですけども、男性の方がやっぱり女性よりちょっと多かったりだとか、あとは若い人の方が高齢の方に比べると多かったりとかしていきます。で、あとは筋肉と脂肪だったら、実は筋肉の方が水分多いんですね。筋肉の約まあ7割から8割ぐらい水分でできてるって言われてます。なのでこの体の中の水分っていうのは 60% です。もちろん若い頃、だって若い頃って言っても新生児とか、もう本当に赤ちゃんの頃とか 80% ありますし、高齢になればなるほど 50% とかその辺になったりしますけども、まあちょっとややこしいので、ちょっとここの 60% で固定で話していきたいと思います。これじゃあ皆さんの体の中にどれぐらいの水分があるかってちょっとイメージしていただきやすいように、こういう風にちょっと例で書きました。50キロの女性ね、これはですね、だから 60% なので、約30リットルが体の中に水分としてあると言われてます。で、80キロ男性、まあこれね、私のことなんですけども、まあ、80キロの人だったら48リットルもあるわけですよね。もちろんこれはだから体重の増減したりすると水分量で変わってきたりするんで、ここの部分は体重×体重の 60% ね、ここの部分をやっていただければ数式が出るわけですね。で、この水分、これのうち必ず 10% が毎日出ていきます。やっぱさっき言ったように、これ老廃物を出すというところ、これが行われるために 10% 出ていくんですね。じゃあどういうことで出ていくかというと、まずはまあこの排尿排便と言われるところです。ここで排尿排便が行われて 10% だけではなく、やっぱ汗ってかきますよね。けど寒い時期とかって汗かかないじゃないですか。汗かかなくても実は不感蒸散って言って、汗みたいに目に見えなくなった状態で蒸気として出ていたりするんですね。これらの要素で毎日 10% が必ず出ていきます。ということはこの人の場合だったら毎日3リットル、私の場合だったら 4.8 リットルの体が出ていくわけですよ。これでちゃんと体は老廃物を出して体をきれいにしていくわけですね。で、これができないと体に老廃物が溜まってくる、病気になる、力が出なくなるということが行われているわけです。では次ですね、必要量というところに行きますけども、やはりこれいろんなね、細かい計算した結果、体重 ×30 から 35ml、ここはね、変わらないらしいです。
多分皆さんも聞いたことあると思うんですけど、それぐらいがやはり必要だということになります。じゃあこれ50キロの女性だったら 1.5 リットルから 1.75 リットル、80キロ男性だったら 2.4 から 2.8 リットル、これぐらいの量が水分で摂る必要があるんですよね。じゃあここでね、ちょっと疑問なことがあると思うんですけども、ここの水分だとさっきのこっちの出ていく水分っていうのは 10% ですから、4.8 とか3リットルに足りないと思うんですよ。これどういうことかっていうと、この飲む部分、これをですね、まあ一応摂取水というふうに言っておきますけども、あとはですね、こういう食事水とか代謝水っていうのがあるんですね。どういうことかっていうと、食事水っていうのは、例えば食事の白いご飯食べたとしましょう。その中に含まれている水分のことを言います。例えば汁物ではなくても、白いご飯食べたって中に水分含まれてますし、パンを食べたって含まれてるわけですよ。おおよそ日本人が、大体この食事水で 800ml から 1000ml ぐらい、これは取れてるんじゃないかと言われております。でそれがまあいわゆる成人の標準の方の計算なので、食事量が多い人だったらその分多くなりますし、食事量が多いってことは体重も重たいってわけですよ。だからまあそこは食事水で賄えてる部分と、あと代謝水っていうのがあります。これは食事をねしました。で食事をしたら分解しなきゃ吸収できません。でその分解するときに必ず、また水ができるんですよ。でそれが代謝水っていうのが、まあ大体まあ300からまあ重い人でも500ぐらいというふうに言われてます。でそれにプラス摂取水を出せば、まあ、あのこちらの出ていく分っていうのがここで補えるということです。で逆に言うと食事とかだけだと足りないんですよ。この部分で補ってあげないと、体から老廃物を出すっていうことができる量にはならないということになります。じゃあこの水分を取るってなった時に、まあなかなかの量じゃないですか。多分皆さん意識して飲まないと足りないと思います。逆に言うと1日2リットルも飲まなくていい人もいるわけですよ。でここなんです。実は、僕はいろんなね、競技のサポートさせてもらってます。僕自身も、レスリングという競技で減量とかっていうね、サポートしたりするってこともありましたけども、そういう競技のサポートから絶対これは必要だっていうのを、その考え方の中に盛り込んでいきたいと思います。ここで、水分摂取のね、三原則という形で、書いておきましたけども、このね、3つしっかりと、覚えておいてください。まず一つ目です。これはまずノンアルノンカフェインということですね。これはよく聞くと思います。ノンアルってノンアルコールです。ノンカフェインって、例えばコーヒーとかお茶とかに含まれるやつですけども、これらがね、入ってると利尿作用っていうのがあるんですよ。だから、水分を体に貯留しておきたいのに、そのアルコールとかカフェインのせいで出ちゃうんですね。だから多分皆さんね、経験あると思うんですけども、例えばお酒飲んだ時っていうのは、だんだん後半には透明の尿が出てるって形になると思うんですよね。その透明の尿が出てる時って、老廃物出してるんじゃなくて、水分だけ出してるんですよ。だからちゃんとこの、ノンアルノンカフェインで取りましょう。だからこの分です。だからコーヒーとかお茶とか、アルコールでこの量取ってますよって言っても、正直体にとっていいかってそうじゃないんですよね。だからそこのノンアルノンカフェインっていうのが一つ目です。二つ目、これ飲むペースっていうのがすごく大事です。飲むペースってどういうことかっていうと、例えば今日はもう全然水飲めなかったな、そういう時に巻き返すようにじゃあ飲んでいいかってそうじゃないんですよね。実は人間の体っていうのは、まあ胃とかね、あの腸とかで水分吸収するんですけど、その吸収できるスピードって決まってるんですよ。もちろん個人差はありますけども、基本的には10分に100から 120ml って言われてます。例えばこれが時期とかにもよります。例えば夏の暑い時期もすごい喉がカラカラってなった時は吸収早いですけど、基本的には平常状態ですよ。平常状態の時は10分に100から 120ml と言われてます。これを超すと、あ、なんかちょっと飲みすぎたな、トイレ行きたいな、トイレが早くなるなっていう覚悟になるわけです。だからここのペースというのはね、まあこれ時間に直すと、まあ1時間にだいたい 500ml 1本ぐらいでイメージしてもらったらいいかと思います。そうするとちゃんと体が吸収してくれますよと。1時間に1本って言ってもガバって飲んでもダメですよって話なんですね。10分にとか、まあ30分にペットボトル半分、500のペットボトル半分とか、まあそういう意識でやってもらうと非常にいいかもしれません。でこれ最後、これすごく大事です。これ3つ目はね、運動するということなんですけど、これね、ここが抜けてるんですよ。内臓で吸収しました。手足まで行くっていうと、これって、
なかなか難しいんですよ。まあ、いわゆる歩くとか、まあ、いろんな運動あります。そういう運動っていうのをちゃんとしておけば、筋肉がポンプ作用を果たして全身に送り届けてくれるんです。だから例えばよく足をつるとかね、冷え性があるとか、そういう方っていうのは基本的に多分血流が回ってないっていうことが考えられます。なので、今日最初冒頭にも言いましたように、健康になりたい人はこういうのを持ってちゃんとやっていただくとすごく効果的です。この水分の取り方変えただけで腰痛治るとか、肩こりが治るとか、これかなり効きます。あとは、それこそアスリートの方、まあ、運動する方、パフォーマンス維持しようと思ったら、やっぱりその、どんどんできる老廃物を流していく。これがすごく大事なんで、まあ、僕としては食事も大事ですけども、それ以上にこういうところは意識していただきたいなと思います。まあ、ぜひね、ここ試していただいて、まあ、本当に冗談で騙されたと思って、この水分の取り方やってみてください。本日は以上です。ありがとうございました。